皆さんこんにちはこんにちは。高森高校漫画学科活動の様子ボルツということでお伝えをいたします第一回目は漫画推進室長の村上さんと授業の様子や部活動の様子について皆さんにお伝えしましたけれども今回は熊本コアミックスの持田社長においていただいておりますので専門的な内容もですね交えて活動の様子をですね紹介していきたいと思っております えー、皆さんにもですね、えー、より漫画について関心を持っていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、えー。それでは最初に持田社長よ,よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。はい。あの熊本コアミックス社長の持ち田周一と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。社長と言っておりますけれども、あの漫画編集者でございまして、うん、うちの会社の創業から、まあ創業前からですね。 あの漫画編集者としてずっとやってき、えー、ております。はい。まああの熊本で、えー、漫画家を育成するというプロジェクトのために、まあ、熊本をやってきまして、えー、その流れで高森高校を全力サポートさせていただくということで、えー、現場の責任者として、えー、やっておりますのでよろしくお願いします。はい、えー。それではですね。えー、今日は、えー、楽しい授業がいっぱい。 専門的な課題にもチャレンジ4コマ漫画大会それから学校生活も楽しんでいますお知らせというです、ね、5つの内容でお伝えしていきたいと思います。それででは早速ですけども楽しいいい授業がいっぱいということで,です、ね、まずこれは6月13日に堀江社長にです、ね、授業をしていただいたんですけども。 主人公の弱点について考えるという授業だったんですがこれはどういう狙いの授業だったんでしょうかそうですねあのうちが担当させていただいておりますあの漫画制作の授業の中では、はいまあ、毎月1回うちの、えー、社長の堀江が授業を担当するということでやらせていただいてるんですけれども、うん、堀江の授業はですね クリエイターになるためにすごく大切なことを分かりやすく、みんなで実践してみるって言うことを目的にやってる事業です。で、えー、例えば主人公の弱点を考える。はい、愛すべき弱点を考えるというのも、実はえっ、ー、と漫画の授あの主人公に限らずまあ、映画でもいろんなエンターテイメントの主人公でも。 完璧すぎる主人公っていうほどつまらなないいものはないんですよね主人公っていうのは必ず愛される弱点っていうのがあってその弱点を、えー、克服しながら物事を達成していくっていう,うん、うん、そこにみんなこう感動したりとかするなのでやっぱり主人公とかキャラクターを考えるときにやっぱりこう人々に愛されるそういう弱点を考えるっていうのがまず基本としてある。うんうん で実際にそれをこう生徒さんたちに考えさせてキャラクターを作らせるっていうのはすごく大事なことで、うんあのー、そういう授業を、ね、あの堀江自ら実践してるっていうのは実はこう漫画業界においてもすごいことで、うん、恐らく東京の漫画家とか編集者はみんな聞きたいだろうなって思うのは僕もそばで見てて思いました。うん <laughs> まあ生徒が考えたものを発表してすぐコメントをいただけるというですねすごいことだなといま、はい。特に、まあ、うちの堀江なんかやっぱりあの編集者の中でもあの名物編集者と言われて伝説の編集長と言われてるんですけれどもやっぱりその漫画家さんとか、まあ、生徒さんとかのアイデアに対してすぐこうアドバイスができる、うんうん、それもそのいろんな角度から。 アドバイスをしてたくさんしていく中であこれ漫画家さんとか生徒さんいいなって思ったものを取り入れることができるうそういう意味ではやっぱりそのあの編集者の鏡といいますか <laughs> たくさん引き出しを持ってるからアドバイスできるっていうところはありますの僕らもあのよく打ち合わせ一緒にするんですけれどもうそういうところをすごく学んできましたし。 僕らもそれを受けていろんな引き出しをいろんなアドバイスができるように引き出しをたくさん持とうと思っていろんなものをあの勉強していくっていうふうなことをずっとやってきたっていうふうな感じですね、はい、その生徒はすごい体験をしているんだなと、はい、改めてですね思いました。あのあと授業の なんか漫画の素敵な嘘とか、あの発想のブレッキブレーキリミッターを外すんだよとかいうですね。はいはい、ちょっとお話があったんですけど、これは具体的にはどの、うん、どのようなことでしょうか。そうですね。どうしてもその常識にとらわれがちになってしまうんですよね。うんうん、あの僕ら編集者もそうなんですけれども、うんうん、いやそんなことありえないよとか、うんえー、そんなわけないじゃんっていうふうに思うんですけど、実はその先にすごく面白いも。 ものがあって人々を驚かせせたたりり感動させたりするるものがあるだから僕らを常に考える時に常識は常識として捉えていてその先に非常識みたいなものがあってその非常識のところに面白い金脈があるんだっていうだからそこのリミッターをもう常に外して考えるだからリミッターを外すっていうことはリミッターがあるっていうことなので<ー>リミッターがあるかどうかをまず認識して そうだから非常識なことを考えるためには常識を知らなきゃいけないのでそのためにもいろんなこう勉強しなきゃいけないんだと思うんですけどその先に実は面白いものがあってそれをあたかもあるかのように表現するで全く孤頭向けなこうありえないことだと人はあんまり信じないんですけれどもやっぱりこれも「素敵な嘘っていう言い方をするんですけれどもあっ もしかしたら、それあるかもしれないって思わせるところを、どうやってこう掴んでくるかっていう。まあ、そのためには、発想のブレーキとか、リミッターみたいなのを外そうよっていうふうに。言ってます。これはもう常日頃、うちの堀江が言ってることですね。はい。まあ、いろんな勉強しっかりやらないといけない。そうです。やっていうことにも繋がる、繋がるものなんですかね。特に高校生で、ね、うん、もう普通の授業もしっかりと勉強して。 あのね、化学や物理の授業は必殺技に使えるよとか、うん、言ってるそういうことですよね。うん、そういうことをまず知った上でその先にあるものっていうのを、えー、見つけようよっていうふうに言ってるって言った。分かりました。はい。なんかわこなんかかっこいい言葉だなと思ったんですけど奥はすごく深いところだ。今改めてですね分かりました。どうもありがとうございました。はい。はい えそれではですね、えー、と2つ目のちょっと授業なんですけどもこれ,はこれもやはりあの堀江社長にです、ね、していただいた授業ですがこれ7月18日の音読劇ということでですね森の戦士ボノロンのまだ未発表の原稿ということですね未発表の原稿をまあ読んで、まあ、生徒が登場人物の絵を描いて、まあ、あの音読劇をするというですねあの授業だったんですけど。 これはど,のよどんな狙いでこの音楽劇,劇というののはされたのかなと思ってですね,ですね、はい、この「森の戦士ボノロン」っていうのは読み聞かせの絵本なんですけれども、はい、もうセブンイレブンさん、はい、コンビニのセブンイレブンさんにもう14年ぐらい前から、えー、2か月に1回フリーペーパーとしてレジ横に置かれる読み聞かせの絵本なんですけれどもずっとそれを うちの堀江は「北原聖望というペンネームで原作を書いてるんですね、はいうん、でその「ボノロン」っていうキャラクターのデザインは北斗の家の原哲夫さんのキャラクターデザインをしていて、はいうん、もう本当にあに「ボノロン」を読んだことあるっていう人はほんとにたくさん増えてきてるんですけれどもそのえ作、ー、と。 原作新しい新作の原作をこの高森で書いていてですねでで出来上がったぞって言って、まあ、僕らに見せてもらってであこれちょっと授業に使いたいなっていう話になってで実際に授業を使ってみようという形なのでこの授業で、えー、とみんながこう読んだりで、はいろいろキャラクターそうですね、はい、キャラクターなって。 朗読劇をやっったりとかっていう、うん、であとキャラクターを描いてデザインしてみたりっていうことがこれまだあの作品ができる前なので、うん、この授業の後に実際にあのキャラクターデザインがされて、うん、絵が描かれて絵本になって本になって、うん、セブンイレブンに並ぶっていう、ね、その前の段階ですねで。生徒さんに授業をやってもらおうと でこうみんなにこう演じてもらったりとかキャラクターデザインを描いてもらったりっていうことはすごく実は漫画を作っていく上漫画だけではなくていろんなエンターテインメントもそうなんですけれどもあの物語を作っていく上で、えー、作品を作っていく上ですごく大事なことで特に漫画っていうのはその漫画家の先生が頭の中でキャラクターを 作ってて演技指導をしてこんな喋り方とかこんなセリフとかあって言ってカメラワークはこうだとかっていう風にもう映画をあの漫画家さんが頭の中で一人で作るようなもんなんですねでそういうことをやっぱりこうえやるためには実際に自分でキャラクターを演じてみるとかセリフを言ってみるとか。 感情を込めて表現してみるとかっていうのはすごく大事そういうことをまず経験してみて頭の中でそういう,こうキャラクターを動かして物語を作っていくっていうことを実演してみようというふうなところですね。はいじゃあそのキャラクター設定とかも物語のストーリーとかにもやっぱつながっていくもちろんそうで,すね,そうですね。は漫画を作る上で生き生きとしたキャラクターを作る。 うん、そういう意味ではそうやってこう自分で演じてみるっていうことはすごく大事で、うん、実際に漫画家の先生と打ち合わせする時も編集者側も漫画家さん側も実際にキャラクターを演じてセリフを言ってみたりとかするんですよね。うん、で漫画家の先生特に北斗の犬の原哲夫先生なんかは本当にキャラクターになりきって演じて、はい、でうちの堀江も立ち上がってこう演技してこんな風に言うんだよみたいな。 それをこう原先生見ててああなるほどみたいなで漫画ができていくっていうことが実際に行われているのでそういう意味ではすごく実践的な事実は授業なのかなというふうに思います。うんうん、わ勉強になりましたなんか <laughs> もうこう書いてるイメージしかなかったのでですね。あや,やっぱ実際そういうのは演劇しながらそうですね,ねはい、うん、いやでもこれ まだ冊子になる前に自分たちでキャラクターを描いてこう演じているので実際に冊子ができたらこう鋭ともそうです、ね、実際はどうなっているんだろうと最後にです、ね、堀江、うん、社長がなんか、まあ、ちょっとまとめ的なところで照れていては誰も見なくなるんだよということを言われているんですけどど、うん、これはうういですおそらくあの、うちの堀江がこの授業で一番伝えたかったことはこれなんですよね。はいうん やっぱりこう物語を作ったり演じたりとかする側がその見てもらう人に対してえ照れてやるっていうことが多分一番こう見てる人からするとあの引いちゃうところなんですよね絶対照れてはいけないんだってこれはあの漫画家の先生だけではなくてうちのオグロッククモ花ト、はい・団の先生が あの演出をやる時もうちの堀江が必ず言うもう照れちゃダメだとうもうとにかくやりきるしかも120%やりきらないと、えー、見てる人が感じ取ってもらえない、ね、お客さんに伝わらないんだっていうことですねこれはどんなエンターテインメントでもそうだと思いますしあのそうですねあの僕らもすごく言われます。はい、だから編集者として 照れてやっちゃダメだともうとにかくもう一生懸命やる一生懸命やるっていうのが多分一番大事なのでだからこの授業の中でも一生懸命やってた子たちを褒めてた、うん、でやっぱちょっと照れて笑っちゃったりとかっていう風な人に対してはちょっとあの厳,し厳しいかもしれないですけど照れちゃダメだよっていう。 これはやっぱりエンターテインメントの基本の部分ですね。こちら送り手側として手出てはいけなくて、とにかくどうですかっていうもう自信持って堂々とやるっていうその結果受けたり受けなかったりっていうのはあると思いますけど、ね、感動はやっぱそれがあって伝わっている、ねそうそう。はいはい ありがとうございました。はい、あの両、もう二つの授業ともですね、生徒もとても楽しそうで、こう見ていてもとても楽しかったのでですね。あのまあ、楽しい授業がいっぱいということで、今日はちょっとタイトルつけたんですけど。改めてお話を聞いてみると、やっぱすごく奥の深い授業だったんだな。はい、今すごく分かってですね。ちょっと生徒にもまたその今改めてですね、考えてもらうといいなと思ったところでした。だから、いつか、あ、やってたことって、こういうことにつながるんだっていうふうに思ってもらえると思う。今は。 分からなくてもいつか感じる時が出てくるのかなとは思います。はい で,はですねちょっと2つ目の話題に行きたいと思いますけどあの専門的な課題,課題にもですね、まあ、チャレンジしていますということで漫画家さんからいろんな課題がですね今までもこう出されましたけども、えーまあ、1学期後半ですね、うん、あの8から10ページのネームを作成してくださいというですねこれ一気になんかハードルが上がったようにちょっと思ったんですけどもまずあのちょっと視聴者さんの皆様もですねあのちょっと今日はたくさん見られてると思いますのでまずあのネームって何なのかというところからですねちょっとあの 漫画制作の流れとともにですね、うん、ちょっとお話をしていただければと思います。はい。漫画制作の授業を担当していただいている富田俊先生と話をして、はい、まこの課題を出そうという話になったんですけれども、うん、まそれはまあ,あの漫画学科の生徒さん40人いる中で、あの上のレベルもうある程度のこう描ける子たちがいる。うん 人たちに対して、うん、じゃあ専門的な課題を出してみようということで、うん、あの出した課題ではあります、うん、でえっ、ー、とネームっていう、はい、僕らは言ってるんですけれどもこれは基本的には絵コンテですね絵コンテで実際に原稿を書く前に、うん、実際に鉛筆でコマを割ってみて、うん、絵を入れてみて、うん、セリフを入れてみる、うんうん、でそれをこう 作って一番最,最初から最後まで作り上げるものをネームっていうふうに言います。はい、なんかネームの後にこう下書きっていう工程があるんですけど、その。その下書きの、なんか下書きみたいなイメージなんです,、ねです。はい、下書き、あ<ー>、その前に、まずプロットっていうのを、あ,はいはい、あの、一番最初に作ったんですけど、はい、これも。すごく重要で、えっと、お話を。 キャラクターを作るっていうの全部含まれてるんですけれどもこんなキャラクターがいてこんなことをやったら面白そうだっていうアイデアの段階からじゃあそれを、えー、お話としてまとめてみようっていう。でセリフはこんなセリフを言わしてみようとか、えー、こんな必殺技を出させてみようとかっていうことを作っていくのがまずプロットなんですね。 絵コンテにしていくんですけど、うん、絵コンテっていうのはそのネームという絵コンテっていうのは原稿に入る前の、うん、もう設計図設計図なんですね。うん、そのなんかその今設計図ってあったんですけど、余暇、ねはいはい、の編集者の方からですね。うん、あの、漫画の面白さはなんかネームで決まるって。いう話を何回かちょっとお聞きしたんですけども、やっぱり。 す、すごくやっぱ大事なものっていう。そうですね。あの基本的には、例えば、あの新連載が決まったりとか。する時の連載会議っていうものは、うん、ネームで決定するんですよ。ね、ーネームの段階で決定して、うん、だいたい一話から三話までのネームを。うんうんうん えー、会議に出してでみんなそれあの編集部で回し読みしてそこで、えー、全体会議で前菜、えー、を決めるかどうか。なのでその決めなのでそのネームが面白くないと前菜にならないのでまたネームからさらに原稿になった時に進化させる場合もすごくあるので。 あのそのネームの段階でここもうちょっとこうした方がいいよとかここのシーンはもっとこうした方がいいんだっていうふうなことを受けてえそれをこう直してそしてこう原稿に書き始めるでこのネームがしっかりしてないと原稿を書いてあの出来上がった原稿を見て「ダメだこれ」って「ダメだよこれだ」っていうふうにならないようにするためにもネームっていうのはやっぱりすごくあの完全を期する。 ところはありますなので「週刊連載」で7日間作業するっていった場合にやっぱりネームでは3日ぐらいはかけてで執筆に4日かけるっていうふうな感じなので,でそのネームが決まらないと原稿が遅れるっていうねあのもう執筆する作業っていうのは4日間まあ大体20ページぐらいだと4日間で決まってるので,でもこのネームっていうのはこうやっぱりギリギリまで。 作り込んでこれでお客さん読者の人たち喜んでくれるかどうかこれで喜んでくれるだろうっていう自信を持ったものをここで作り上げないといけないんだっていうことですね。漫画家さんはそののネームの状態を編集者に持って行ってて行、うん でまあ、そこから編集者の方との共同作業みたいな感じになるってネームに入る前が一番実は大事、はい、なんですあの基本的にはネームはあの漫画家さんが一人で作業、はい、するんですけども上がってきたものに対してはもちろんアドバイスをするんですけどそのネームに入る前にこのプロットを作る段階で編集者は、えー、その方向でいきましょうっていうのを決める。 もうプロットの段階で漫画家さんの頭の中に映像ができてないとダメなので、うん、そのくシーンとかあの映像ができてその頭ののの中にある映像のシーーンを小回りしていくのがネームなんですねうんん打ち合わせですごい盛り上がってえ編集者と漫画家さんが同じイメージで「これでいきましょう」って言ったけどネームではそれよりもちょっと落ちる面白さがちょっと足りない。 なんでだろろううってい,ういうところですねだから編集者はそのネームをチェックする前にそのネームが出来上がる元のアイデアとかプロットとかシナリオのこう、えー、チェックをしていてこれだったら面白そうになりそうだっていうものをやっぱり編集者は持ってないといけない。だから出来上がったネームが打ち合わせよりも面白くなくなってますよっていうふうに、えー、アドバイスする。 伝えたいことはこうじゃなかったとか、うん、伝えたいことからちょっと外れてるかもしれないとか、うんえー、もっと伝えたいところを膨らませなきゃいけないんだとかっていうのを、うん、やっぱりネームの段階でしっかり見てあげる、うん、そのアドバイスをするためにはやっぱりプロットを作る時の打ち合わせがすごく大事っていうことです。のももあるんですけど例えば私 かから見るとわーすごいねもうそんなふうに思ったんですけども実際あの富澤先生がでうん、うん、全部です、ね、見ていただいたんですけどたくさんですねこの赤ペンを入れていただいてです、ね、これはもう本当にありがたいなと思ってここまで本当プロの漫画家さんが。うんうんうん ですね、あの赤ペンを入れてくださるんだなと思ってですね、うん、もう改めてすごいなと思ったんですけどもこれもあ,、はい、あの富純先生だったらこうすするよよっていううこことなんですよねしなさいっていうことじゃなくて、うんなね、こうした方がもっと伝わるよっていうふうな一例として入れてもらってるので。うんうんうん こ,れがこの赤ペンが正解だいいうわけでではないんですよだからここのアドバイスなんですねあの実は漫画って正解がない何,何が受けるかどうか分からないところが実は、えー、奥深いところであってでも富田淳先生が多くの読者の人に伝わ,るんだ伝わらせようとするんだったら僕だったらこうするんだよっていうふうな一例だと思います。 思思ってもらえればと思います、はい、あ,あと編集者さんにもですねあのまたそれをもとに <laughs> あの一人一人ですね読んでからあのこういうとこは良かったねとかこういうとこはこうするといいよねとかですね <laughs> あのまたアドバイスをされていてですね <laughs> なんか改めて高森高校の漫画家ってすごいなと思ってですねあのもう横で聞いていててなんか あいいなーって政党がうらやましいとかですねあの必ずまずあのいいところ言われるんですよねこういうとこがいいよねってこんなとこ面白いねとかで、まあ、こ,この辺はもうちょっとこうするといいかなって話をです、ね、ずっとあのされていてです、ね、もう本当に横で聞いていてんあなんかいいなーって思いながらです、ね、言ってたんですけどその改めて直接プロの方に。 あのこう原稿を見せたりとか相談できるこのやっぱり高森高校漫画家の環境ってちょっとすごいなと思ったんですけどこたよりは多分全国探してもねこれだけ編集者があのしかも複数,複数そばにいて常にこう作品をあの見てアドバイスできる環境がある学校ってないと思います。でうち がまあサポートさせていただく一つのこう大きな魅力としてはやっぱりここだと思います編集者がやっぱりついているんだっていうことと,あとまあうち今熊本に実際に編集者が、えー、僕入れて6人いて、えー、その6人がまあ交代交代で部活とかあのサポートさせていただいたり授業で行ったりとかさせていただいてるんですけれども。 やっぱり若い編集者にとってもやっぱり若い学生さんと一緒にやっていくことがそのなんですか今まで以上にスキルがアップしていくっていうか、えー、そういうところもあると思いますうそういう意味でもあの、まあ、高森高校を協力させていただいてうちの編集者を派遣するっていうことはあの実はうちの会社にとってもすごくありがたいこと。 なのかなっていうふうには思ってはいるので、とにかくね、あの一緒にあの二人三脚で、えー、生徒さんと一緒にやっていって、編集者もあのどん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 こう逆に勉強させてもらうっていうふうなそういうところもあるのかなっていうふうには思ってますので、本当にあの漫画家あの一番の強みなのかなということですね、<laughs> あの思います。はい、本当にありがとうございます。はい はいえー、それでは三番目のですね今日3番目の話題にいきたいと思いますけれども一、うんまあ、学期のです、ねまあ、一応あの、まあ、成果物としてこの4コマ漫画大会というのがあったんですけども、えーまあ、4コマ漫画というのは言葉としてはよく聞くんですけどもそ、うん、の、まあ、ちょ4コマ漫画って何なのかということでですねちょっとまずお話をしていただければなと思いますそうですねこれも実はその日本の漫画のき 基基基本本中の基本と言います礎でよくプロの漫画さんも小回りをするときに言ってるんですけれども小回りも起承転結の連,連続なんだとうん、うん、だからあの4コマ漫画で気象点結を踏まえて描、うんえー、けるようになれば長編漫画も描けるっていうのが手塚治虫先生からずっとこう引き継がれてる日本の漫画家の先生たちの伝統でもあるんですよね。うんうんうん あの大きな話も「気象転結」で作れますし、うん、一番こう短い話もこの4個まで作れるっていう、うん、そういう意味でこの「気象転結」っていう物語の展開四、うん、段論法の展開っていうのを、うん、えと難しいんですよね <laughs> 実はすごく難しいんですけどそれをやっぱり知った上でどん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 たくさん書いていくっていうことが重要なのかなとは思います。うんうん もともと実は中国の漢詩から来ていてえ4つの詩を合わせて1つのエピソードを語るっていうふうな形態なんですけどそれが中国から日本にやってきて気象転結っていう考え方があのできたんですけれどもこの日本語もねえ日本語の喋ってるこうテンポとかあの話し方とかっていうのは気象転結に基づいてるってよく言われていて。 これ逆にあの欧米とかの外国人の人にはない発想なんですね。あそうなんですね。はい、あの欧米の人たちは序破球っていう三段論法になるんですね。うん、だからどこが違うかというとあの点がないんですよ。点がない。点がない。だから奇小結なんですね。序破、えー、球っていう。だからあの海外の漫画家の人たちが日本の漫画の小回りのテンポを見たときに。うん 自分たちがあのテンポを出せないのはなぜだろうってみんな悩んでる実はそれは気象点結っていうのが日本にはあってねっていう話をしたらみんな目から鱗っていう感じでああじゃあそれを学ぼうみたいなこれ映画の世界でもその物語の作り方で、うん、え気象転結を作って映画を撮ったのが黒澤明監督の名作は全部大体気象転結で作られていてそれをこう見た。 見て影響を受けた、えー、スピルバーグとかジョージ・ルーカスがハリウッドに気象転結の物語構成のあのー、テクニックを取り入れたんですね。ハリウッドが取り入れました。とゆう言われてるんです。だから <laughs>、えー、ジョージ・ルーカスとか、えー、スピルバーグはクロス明らからこの気象転結を学んでその通りに作ったと。まあそれまでになかった物語の展開っていうのを。えー ハリウッドに取り入れてそれでヒット作をたくさん作っていったというふうに言われていますはい。だからそういう意味でもこの秘書典結っていうのはすごく大事なのでまずはちょっと難しいんですけれどもこの木は物語の始まり昭和それを受けるんですで点で一回違うところに飛ばすんですよねでその飛ばしてみんなえ っってていう,ふうに思ってるところでケツで、えー、それを証明して、うん、あなるほど、うん、と思わせるっていうこの展開でうちの会社はこの「気象点結の木」を「あ奇妙の木」はい、木と「転、えーうん、転ぶ」っていうのを奇想天外の転「転の」だから転ぶんじゃなくてもっと飛ばそうよっていう感じですね、うん、るで,すねで起こる物語は起こるんじゃなくてまず奇妙なことで注目キャッチ。 キャッチーな展開で始まってえってみんな注目させてそれを受けて点で思い切り飛ばしてでケツにやるっていうのがまあうちの会社の,その物語の作り方の基本でもあってえっていうことをまあ生徒さんに説明はして実際に書いてもらったんですけどこれはちょっと難しいのであのこれ実際にねたくさん書いてもらわないと多分なかなか理解できないのかなとは思いますけど なんかこう素人感覚ではな4コマだけにすぐ書けるじゃんみたいななんとなくそんな感じがしたんですけど4コマだからこそ逆に難しい、うんうん、難ししいいですね日本のね、えー、一番最長の国民的アニメといえば「うん、サザエさん」サザ,さんサザエさんは4コマ漫画なんですよ。<あ>4コマ漫画を連続して、うん、あのアニメーションとかも作られてるので。うんうん あの日本のアニメの一番長寿番組である、えー、サザエさんが実は4コマなんだよっていうことですね、うん、まあこれもやっぱり海外の人たちは全く知らないので海外の人たちに教えるところがはすごく重要なことであり、うん、まあこれからね高校生の人たちもいろんなことを学んでいく上でまず、うん ここういういとあるよっていうふうにまず知ってもらいつつ、まあ、実践でどん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 書いてもらってそれをこう身につけていってほしいなっていうふうには思ってますあの。海外でも日本の漫画が今すごくですね、うん、あの人気があるんですけどもやっぱこういったところもつながってきてる、ね、がって,きてますね。海外ののの人たちががなぜ日本の漫画のその物語、ストーリーリとかが クオリティが高くくて、て奥深くてとか、あと小回りのこう展開とかも身を見よう見まねであるけどなかなかうまく真似できないっていうそういうのは実はこういうことにあるっていうふうに海外の人たちには教えてたりはしますね。はい じゃあえっともう今話を聞いてやっぱ4コママンがやっぱすごく難しいものだということで、うん、まあ実際生徒が4コママンが取り組んであの、まあ、ちょっとその中でもまあちょっとよくできてるっていうものを4点ですね,ですねあの選んでいただいたんですけど、はい、具体的にちょっとどれか例にしてまあ まあ、もちろんプロから見たらまだまだっていう作品だと思うんですけどもこういったとこはなん,かなんかいいよねというところがありましたらですねちょっとなんかどれか例で一緒に話していただきたいと思いますけどもこれは実際に、うん、あの4コマ漫画大会で賞をあげた4作品なんですけれども、はいはい、まず一番は気象点結ができてるっていうところですね、うん、ところと、うん、あと実際に絵の画力も高いのとあとやっぱりこう3コマ目 こ,こ,のこの3コマ目がいかにあの1回驚かせてえって思わせて、えー、次に展開するかあのケツに持ってくるかっていうところが審査のポイントだったと思うんですけれどもやっぱり画力とその構成からしてすごく評価が高かったのはこの作品ですね。に染まったのかかわらない兄。はいはい <laughs> そう,なんね、そうですね。久しぶりにお兄さんが帰ってきたんだけど、はい、垢抜けてるんですよね。で、あの今はあ前までジメジメしてたのに「うん、って言って、うんえーね「久しぶりこれプレゼント」って言ったら「うん、えっ?」て言ってお兄さんが「ちょえっ、ー、やだ」っていうふうにちょっとキャピキャピってなって、うん。<laughs> 変わってるんですね。何かに目覚めて帰ってきたよっていう、うん、まあこの4コマ目のえやだっていうこの表情も、うん、あの面白いんですけれどもやっぱりこの3コマ目で驚かせるっていうところはすごく良かったと思います。はい、ですねあとまあこの作品とかも「あのオチ」が4コマ目に入るんですけれども<ー>ねえー、と バケネコっていうタイトルなんですけどもこうお部屋でうーんってこう引きこもってるお姉さんなんですかね、うん、で「今日出かけるよ」って言われて「えっ?」て言って3コマ目では「はメイクしなきゃ」って言って4コマ目で「誰?」っていうもうあの全然全然別人のように変身してるっていうところ。 これははもう画力的にはすごくあの4コマ目がすごく面白いのだと「あ<ー>まあ誰?」ってこうい、ね、う、ね、ツッコミが入るっていうのは面白かったところはい、あとこれは審査していただいたということですけどうん、うん、実際審査っていうのはど,どういう状態ですかどういうふうにして審査はされてう,う,、ねはい、うちのコアミックスの月刊コミックゼノンの漫画賞とあの同じような審査をして。<laughs> で、実際にまずうちの熊本のスタッフで、えー、と点数をつけたものを上に上げて最終審査,審査会で、えー、と決めるというのもで、まあ、その時に東京の統括編集長の渡辺新之助あの統括編集長もリモートでこうあってえとお話をしました。でえーとまあ その東京本社の渡辺統括編集長っていうのは今現在現役の,あのいくつかある編集部を統括しているあの人間なので僕よりもどっちかというともうバリバリの最前線にいるあの人間なんでまあそういう渡辺君からのコメントなんかもこう重視しながらあの決めました。でこれは本当にに実際賞を決めていくく過程と全く一緒で はい、で大きな賞になるとそこにあの、えー、外部審査員っていう形で漫画家の先生であったり書店員さんとかそういう人たちが入ってくるんですけれども今回は社内においてだけど非常にに厳正に審査をしています、うん、でこれで発,表発表した時に授業でも僕言ったんですけれどもたと、うん、えね章がこう取れなくても今の段階では、うん あのそんなにへこまなにまくてもで実際にこの賞をあげたのも実際のプロの漫画賞においてはあの優秀賞ぐらいな話でその上に準グランプリグランプリってあってそれに関しては該当者なしですよっていうふうにげた。だからまだまだ、えー、っとプロになっていくためにはもっともっといろんなことを学んで。えー 四コマにおいてもこうもっとレベルの高い四コマっていうのを書けるようになっていてほしいなっていうそういうふうな意味合いを込めていろいろ説明をさせていただきます、ね、ありがとうございます。はい、まあ、生徒にとっては自分の作品をですねやっぱそこまでやっぱしっかり込みいただでるということで、本当は。 ある意味プレッシャーかもしれませんけど、ね、だからやっぱりこれだけやっぱちゃんとですねやっぱり見ていただけるっていうのはもうこれもまた非常にありがたいことだなとできるだけプレッシャーに感じてもらえいい意味でのプレッシャーで感じてもらってうん、うん、それで全て否定されたわけではなくてうん、うん、まだまだ伸びしろがあるだから今ね1期生40人漫画学科の生徒さんいて。 なの,の生徒も部活でやってる、うんはい、その中から本当にこう頭角を表してくる人っていうのはまだまだ分からない状況だとは思いますでもみんなすごくその成長が早くてですね,ですねいろんなことを吸収していろんな作品をこう作っていっているのでそういう意味ではすごくこう僕らからしてもその楽しみでもあるし、ね、だからそういうことをやっぱり いいプレッシャー、いい意味でのプレッシャーを感じながら楽しんで描くことが多分一番重要なのかな今はねサッカーに例えるとあのボールを蹴る段階で、えー、高度なテクニックはその先にあってまずは今ボールを蹴ることを楽しむ絵を描くことを楽しむ4コマを描くことを楽しむっていうふうに 感じてやってもらえればなっていうふうには思ってます。はい、はい、で、あの本当専門的なお話ありがとうございました。はい、はい、あのそれではですね。ちょっと学校生活も楽しんでいますよ。ということで,ですね。ちょっと紹介したんですけど、これあの7月15日にですね。あの文化祭が行われまして、まあ、漫画学科で取り組んだですね。内容なんですけども、あのま似顔絵屋さんということでですね。すねいや、もう。これ やっぱ自信がないと描けないようなと思ってすごいなと思ったんですよね、お客さんを目の前にすぐそこで苦い描くというのはさすがだなと思いました。それからのコスプレ、コスプレフォトスポットということで,ですね、なんか自分たちが楽しんでいたみたいですけども、なかなかもうこれもクオリティが高くてです、ね、もうお札も一枚一枚全部手描きでですねすごいなと思ってですね。あとまあとのの作品もですねあの こんな風に、なんかもう、本当、なんか美術館を見に来たみたいな感じでですね<ー>、綺麗にこう展示してあってですね、お客様は、あ、すごいなあとか言って。言ってましたけども、本当こういった、あの、日常生活も、でもですね、本当しっかり、あの、みんな、みんな頑張ってるなあと思ってですね。あの、その中でですね、あの、よく生徒が、あの、なんか堀江社長。堀江社長のこと、なんか、あの、フーリーとかーー、やはり、なんか、持田社長のことを、なんか、もちとか言ってるしんですけど。こう、なんか、声、はい、そんな声は聞こえないったあんですあ、あのー。 あのこの前あの番組の取材に行った時に V 見たらそういうふうに言ってるのを見て <laughs> でうちの堀江にも言ったんですよね、うん、瀬戸さんたちから「ホーリー」って呼ばれてますよって言ったら、うん、<laughs> めちゃくちゃ喜んでますよ <laughs> あ。そうだぞーって思いながらやっぱり、 そうですよね、あだ名で呼ぶっていうことは、うん、なんていうか親しみを込めてくれてたりとか,か、ねうん、それだけやっぱり近い存在と考えてもらえてるので、うん、僕らとしては大歓迎ですし、うん、やっぱねそのホーリーのキャラクターってこんな感じとか<ー>モッチーってこんな感じとか <laughs> 富澤先生のことをトミーっていう、ね、トミー <laughs> はこんな感じみたいなデフォルメしてキャラクター化していってほしいですよね。うんうん <laughs> はい、そういう意味ではすごくいいですし、まあ、こうやって学祭とかでも文化祭とかでも本当やっぱりこう人に見てもらったりとかんえ、ね、喜んでもらったりするっていうことが実はプロになるためにはそういう経験ってすごく重要で、えー、だったらもっとやろうとかうもっといいものを作ってみようとかっていうふうに思うのでこれをやっぱりあのあの 高校生の段階からやっぱりたくさん経験するということは実は大事なことなんだっていうのはこれはうちの役員でもある漫画家の北条司とか原哲夫がよく言ってることですねやっぱりプロの漫画家さんみんな振り返ってみると高校時代にこういう文化祭とかえ何かの行事で自分が描いた絵がすごい褒められて喜ばれてっていう経験がやっぱりあるんですよね。でそこからあ 自分の魅力ってこういうところにあるのかとか自分の個性ってこういうところにあるんだって言って、ね、人に喜んでもらうっていうことを楽しむっていうことがやっぱりそれがプロ実はプロにつながってくるんだそうこういうあの文化祭とかの経験っていうのは本当にあの大事なことだしみんな楽しんでやってそうやってた感じなのですごくいいですよね。 じゃあ,あのちょっとお知らせがですねいくつかありますけどもあの先日ですねあのこれ日本テレビの,あの関東のローカルの番組なんですけど「もあの超無敵クラス」というあの番組のほうがあの漫画家を取り上げていただいたんですけどもあの持田社長も出演されていたということでですね あのなんかもうすごい反えっと関東でね関東エリアでやっていたバラエティーの番組なんですけどえと結構30分ぐらいですかね、うん、すごい長い時間でやっていて,て、ね、で実際にうちの堀江の授業を紹介してもらったりあとあの僕はあのスタジオであの芸能人の方たちが実際にあの愛される あの主人公の愛される弱点っていうのをフリップで書いてそれを僕がジャッジするみたいな形だったんですけどそのほかね私立えび中さんのののかさんですかね,すね、はい、もう密着していろいろ書いててここで「ホーリー」ってなんか出てるんですけすごくあの関東エリアで視聴、えー、率もいい、うん、しかもかまいたちさんって、うん、めちゃくちゃ北斗の拳の大ファンで。 はい、でうちの堀江とか出てきたりとかした時にすごい驚いてたっていう、まあ、そういう意味でもあの関東エリアでもすごくあのこの番組だけではなくていろんな報道も合わせてあの認知度がすごく上がってきてこの番組が東京で放送された翌日ですからねやったら東京からいろんなメールとか LINE が来るんで何事かなと思ったら。 僕がテレ,ビテレビ普通に見てたらモッチーが映ったっていうふうに言われたみたいな <laughs> でそれでやってるのはだあの東京のね出版業界あの漫画業界でもやっぱりあ実際に熊本でコ、ね、ミックさんがやってることってこういうことなんだっていうのをちゃんと何か理解してもらえたそれまでは漫画業界においてはね、まあ、狭い業界なので。 あの持田君は堀江と喧嘩して熊本に飛ばされたみたいな噂があったんですけどそういううわがあ,あってよくいろんな、ね、<laughs> 作家さんとかのあの出版社でいろんな人から連絡があったんですけど、うん、あの一応ねうちでやってることとかをちゃんとこうあの見てもらって、うん、なるほどこういうことを。 熊本で一生懸命やってるんだっていうことはすごくあの業界にも知られましたしあの協力しますっていうふうにいろんな出版社の,こうあの上の方からも言われ,ます言われてるので。 まあそういうう意味であそのうちだけではなくてね漫画業界全体で熊本とかこの高森町の取り組み高森高校の、えー、今後について業界全体でこう盛り上げていってもらえると本当に嬉しいなというふうには思っております。<laughs> あの先ほど漫画家推進室長の村上さんからです、ね、ちょっとお話し聞いたんですけれども、うん、今日も、なんか、常務的クラスを見ましたっていう電話が2回来て 2> あそうです、ちょっとなんか、<laughs> 漫画家のことを教えてくださいという問い合わせがあったということで早速、なんかやっぱりもう問い合わせ回ってるみたいでですね。はい、やっぱり公立高校 でありますし国立高校でやっぱりここまでしっかりとこう漫画画家っていうものをこう一生懸命真剣にこう盛り上げていこうっていうふうなもういろんな方のサポートがあってできてることだと思うんですけれどもそういうところがやっぱりあの人気につながってきてるのかなっていうふうには思いますね。はい コアミックスさんの支援とか町の支援とかそういったところもしっかりあるんだよというのもです、ね、なんか伝えていただいたみたいで,です、ねうん、本当にありがたく思いました。やっぱり衝撃 だったみたみいですよ。<あ>特に芸人さんとかってやっぱり養成所入った時にやっぱりこういうことを教わったりとか<ー>芸人になってから教わることとかを高校生の時に「えもうプロ,プロに必要なことを教わってるじゃん」ってかまいたちのねあのか,あのかまいたちさんとかも言ってたのはあさすが芸人さんよく分かってるなっていうふうに思いましたけど。当はあの取り上げていただいてですね本当ありがたと思いました。うん 次、ですね、あそロックフェスですね。9月30、30 10月1日あるんですけど今、高森高校とですね、ちょっとコラボして取り組んでいるところでこれ第1回目にもですね、お伝えしたんですけども、普通科の方はマイアスカードゲームですね。まあ、地元、食堂とコラボした弁当販売、から漫画家の方うがまあ出演者のイラストキャラクターデザインを担当していますということでですね、お知らせしましたけれども、まあ、そのキャラクターデザインの方がですね、完成しまして。うんうん、はい。 で、あのアソロックフェスの実行委員会の方からもですね、あの正式にアソロックフェスのキャラクターとしてですね、うん、あのもう公式にあの採用して SNS にも上げていきます、上げていきますということでですね、うんうん、ちょっと連絡が来たんですけど、はい、あのアソニアンっていうですね、うん、はい、あのまあ、ちょっとロックフェスっていうのとなんかアソの大自然っていうのをですね、ちょっとイメージしてあの作ってあると思うんですけど、あの原案はですね、漫画,画家の熊谷さなさんですけども。うんうん はいあのどうでしょうかこの熊にアソニアは <laughs> いいと思いますはいあ<ー>ねあのアソの猫だけあそうですね頭の頭が猫だけにはい、はい、でロック的にマントを着て,て、ね、サングラス着てて、はい、あとまあ語学の山をデザインに入れたりとかあのまあ猫だけ なんで猫だけ伝説の猫、ね、っていうことですかね。はい、まあ、そういう意味ではすごく。あのー。 マスコットキャラクターを作ろうっていうのも部活でも実際にやったりとかしてたんですけどそういうところもちゃんと生かして作ってもらってるかなと思いまやいんとかわいいなと思ってこれ着ぐるみもですね作っていただける子うになってすごいもう当日はですね漫画学科の生徒が交代交代で着ぐるみに入って会場をですねちょっと回るんですけど。 なんかステージにも上げていただけるみたいな話もあってですね。はい。ちょっとこのちょっとアソニアンがちょっとですね。そうですね。ちょっと人気が出ればいいなとですね。はい。クマモンよりも人気者になってほし。ああ。ですね。クマモンと並んでほしいですね。はい。本当期待しているところです。はい。ありがとうございます。 はい、とあの最後になりますけれどもあの、うん、先日です、ね、あの7月28日にあの高森高校の,です、ね、あのオープンスクールがありましたあの持田社長にも大変お世話になりました当日は、ね、172名の参加がありまして本当にあの大盛況に終わったんですけども、うんまあ、パソコン室ですねあのペンタブも実際もう今年度は生徒が。 もう実際、書いているところを見ていただくことができましたし持田社長にはあの授業もですねし、うん、ていただいてですね、はい、またあのコアミックスの方の見学でも詳しくですねご説明いただいて本当に北首とはもう満足して帰られたと思うんですけどもあ,、はい、あと私がなんかすごくですね感動したのはこのこのこのちょっと今大きくした写真ですけど今年度は実際に生徒もですねそれぞれの会場でスタッフとして入ってですねうん、うん、なんかこう なんかやってる姿が、あ、なんかいいなあっていうのと、あ、もうあれから1年経ったのかーっていうですね、<ー>なんかそんな思いで、はいはい、本当なんかもう生徒も頑張っていい,い,いなあって思ってですね、あの見たところでした。もう本当にあのうん、うん、えー、たくさんのですね、本当生徒がですねうん、うん、来てくれたらなと思っています。もう本当にあのオープンスクールでもですね、大変あのお世話になりました。ありがとうございました。はい、まあそういったことで一応ですね、まああの。 今日の内容はまあこれで終わりますけれども、うん、まあ最後にですね、本当あの4月に開校しまして、うん、もうあっという間にですね、4ヶ月間が経ったんですけども、うん、まあこの4ヶ月間を振り返ってもしたちは何かありましたらお願いいたします。はいはい、そうですね。あのー、先ほどのオープンスクールのね、こうあれでも去年よりも1.4倍ぐらいのものがあって、ねはい、ええー、本当ね去年の オープンスクールからもう1年経つんだっていうところの時の速さと先ほどおっしゃってたようにあのオープンスクールのスタッフとしてね今の1期生の漫画学科とか普通科の生徒さんたちがこうやってるっていうのをこう見た時に。 あのもう先輩になってるっていう。であの特に模擬授業漫画学科の模擬授業の時もスタッフとしてね、うん、あの漫画学科の1期生の生徒さんいろいろみんなの描いてる作品とかをこう見て回ったりとかしててしかも今回のオープンスクールで漫画学科志望してる生徒さんもやっぱり絵がすごく何ていうかうまい子が多いのはもう、うん 一見してすごく分かった感じでだから今の1期生のねそのスタッフでそのオープンスクールに来た中学生たちの,あの生徒さんの絵を見て結構刺激を受けた子たちも多いんじゃないかなっていうふうに思います、まあ、でもそう,そういうところも見れてすごくなんか4ヶ月なんですけれども僕からするとすごくたくましくなったなっていうところとやっぱり明るい。 でやっぱり同じこう夢を持ったり目標を持ったりしてる人たちが集まってきてその中でやっぱりこう楽しく明るく一生懸命やってるっていうところはすごくあの,あの嬉しいなと思いますしおそらくね中学校の時っていうのは クラスの中でもその漫画好きとか漫画描いてる人って数名しかいなくてその当時は違うんだけどこの漫画が描た時にそういう仲間と一緒に切磋琢磨できるっていうそういう環境にあることで彼女たちもこう内面からいろんなものをこう出していくで,でいろんなことにチャレンジしたりとか。 でそれをまたいろんな人に見てもらえるみたいなそういうふうな経験がこ,うこの4ヶ月でもできた。で多分これからだと思う本番は2学期3学期で2年生3年生ってなっていく上で、えー、やっぱりもっともっと。 あの力をつけて上に行くためにいろんなことをこうやっていかなきゃいけないとは思うんですけれどもでもその気持ちの部分であったり意識の部分ではそういうところはこの4か月間で入ってきた時よりもさらにたくましくなったうそういうふうな感じはすごく聞きますね,すね本当になんか生徒がたくましくなったなというのがなんかすごく実感ですね。うん もう本当楽しく学校に来てです、ね、活動しているというのがもう何よりのアピールにもなりますけども。うん はい、本当にあの政党の頑張りですね。改めてこの場でも皆さん頑張ってます。と、はい、いうことで褒めたいと思いますけども、はい、はい。じゃ、本当、今日はですね。あの、もう長時間に渡りましたけども、本当に難しい中に持ち出し、社長どうもありがとうございました。いいいいまた呼んでください。え、はい、<laughs> またあの活動の様子ですね。はい、また第3回目、またあのやりますので、またその時はよろしくお願いしたいと思います。はいはい、じゃ、今日は本当ありがとうございました。じゃ、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。